こんにちは、瀬戸内ラボです。今日は2022年新年1回目の撮影ということで、岡山県で人気ナンバーワンの初詣スポットとなっている西条稲荷に行ってきたいと思います。では行ってきます。通常はここでお参りが大体終わるんですけど、最上稲荷はさらに上に登っていくと奥の院という、 もう強力なパワースポットがあるそうなので、今日はちょっと登山になるんですけど、そこに初めて挑戦してみようと思います。頑張ります。300m で初上岩です。お、到着です。まずは初上岩。
多分だいたい奥の院までの半分ちょっとみたいですね。ちょっと見晴らしがすごく良さそうですよ。気持ちいい空気が。おーすごい、すごいですね。気持ちいい。じゃあ次は奥の院目指します。到着しました。ここが岡山県最強のパワースポットと言われる奥の院です。すごい、なんか神秘的な、すごい。だいたい上りが40分ぐらい、下りが私なしで30分ぐらいの道のりでした。ちょっと膝ガクガクなってますけど、もう上上がったらやっぱりすごく空気が澄んで神聖な場所だったので、ぜひ一度下から上がって奥の院まで参っていただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。